ージを操るエラーの牽制によって、プレデターロード軍とディスアズリル軍の牽制に成功した。ミスアリスはもともとプレデター以外他場所に集中エラーを集中的に配置していなかったため、それでは良い個体と相手をすることになっていたが難なく牽制。結構片付いた。情報共有に行ったアリシアが帰ってこないってことはやっぱり緊急事態が起きて回収したんだ。さっきまで増えていた救急エラーも勢いが落ちて姿を現さなくなった。数が増えた現状を誰かが牽制しているのかもしれない。全員戦っているけどこの気配、もしかして場内でウルサンがまたアリシアと対峙している。そう、アルフィを狙ってきたのか。となればウルサンが担当していたエリア、そこがまだ敵の占領地になっている可能性が高いか。まだロートとトールが戦っているなら私はまず戦場の状況を整えてからパト様に合流しよう。戦場の最大戦力を誇るソルテがウルの担当地域に向かう間、ウルと数名の従属神が向かっていたため、ウルがいない今、従属神の一人が戦場を仕切っていた。その従属神の名はフリム、先行部隊所属で最上級神獣位であるトールに続く実力者で、最上級神獣9位の法則神。報告支配、行政書定罪。そう、やはりエラーの罪という概念が存在しないか。エラーという生命体にどんな行政を敷いても罪にならない。エラーとはとことん相性の悪い。モランモランコンマスボスモランコンテキマンハカナガミ全然つかまん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 。くね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 。なんだ、エラーの姿が霧状になって最高地区。まさか、進化、運ではなく最強の子として進化を遂げたのか。ジャタブガド完全、理想的にガンガンブルクリムだし鮮明になれなかったらしよ。何でしろ、こして好みに尋問だし、ピエンテロ。そ、まさか当たり一体のジャタブガドを吸収しているのか。まずい、早くて追うたないと。ただで最中級エラーの中でも個体値最強と聞いているのに。考えろ、ロート副教長はジャタブガドをどの個体よりも研究していた。故に情報が一番こちらも保有している。ジャタブガドはとにかく硬い。そしてその硬い引くとき振動を駆使して複雑な攻撃を仕掛けてくる。ジャタブガドの初期状態は動きを止め、目的地を狙えば仕留めることが可能。そして、反転、と呼ばれ、目の色が変わったら、状況が反転する。つまり目的地が強化され、引くが弱くなる。だがその代わりに強固な個体と異なり、能力と変質的な現象を得意とする個体となる。そして最終形態、あればかりは情報がない。だけど反転状態から一体化して別個体に進化している。つまりあの個体は反転を常時発動しているエラー。ただの攻撃は逆効果ってことか。事前情報は本当に大事だ。想定外の状況だっても情報である程度の予測ができる。策があるなら私の法則支配はいくらでもくぐり抜けることは可能。パト様と同じ法則支配、パト様から法則支配を教わった弟子として。フリム、任せたわ。破壊したい。私の破壊が効かない、なら破壊弾で。破壊弾でも無理、こんなやつ初めてよ、というよりなんなの、この個体は。裏付けができた、反省、手加減ばっかり覚えていたから、次は最初からすぐに力を出せるようにしておかないとね。法則支配、16通りの増加法則。クリム、さすがは私やソウルにはできない戦い方ができる。まだが、まるで初めて、全く手応えがなかった、あれは偽物、本物は。そこが、その状態だと通るよ。ガッツ強いの破壊に特化した鬼神様に。大丈夫？私の担当地域は完了したから助っ人に来たわ。はい、ジャタブガドだけどうしても相性が悪くて、ですがロート様の情報のおかげである程度の策はできました。お手を借りた身なので心配かけると思いますが、ここは私たちにお任せください。状況は気配を終える程度ですが確認はしています。ラル様の行方を探してください。パト様もこのためにロート様とトール様に中級エラーの生態調査と攻略をまとめさせたのですから。そうですか、先行部隊の3番手であるあなたが言うのですから信じます。任せましたよ。総長、副総長ではない私たち従属神だって戦える。これ以上主に情けない姿を晒すわけにはいきませんからね。このエリアは私たちが必ず死守します。五分を、そして帝国の勝利を。この気配、まさか、ヘブンズハート、の無敵か？無敵、なんだそれ、餌か。この場合、私たちの方が餌だな。いや、餌は体の糧になるが無敵の場合、ただただ無に変えるだけ、存在の意味も価値もなくなる、恐ろしい相手だ。へえ、それじゃあちょっと見学に行こうかな。美味しそうならそのままちょっとつまみ食いしちゃおうかな。お前、分かって言ってるのか？相手はミガドルエデンの最上位だぞ。私たちとは格も地位も違う。ミガドルエデン全土から選ばれたエリートだ。絶対に勝てない。絶対だ。万が一も策すら講じても無意味。そのレベルの相手だ。自分の物差しで考えるな。ハレー、もう付き合ってられないと思うんだ。せっかく面白いことができると思えば我慢我慢。もういいよお前、
僕は好きにやらしてもらう。後を始末したいなら自分で勝手にしろ。お前の素晴らしい考えなら確実に成功できるんだろ。高いうなピラーノ、このままだとお前に待ってるのは破滅だぞ。それでもお前は良いっていうのか。打天使はそこまで気が狂っているのか。そもそも聖人族と魔族は分かり合えない。お前みたいに自分の価値観だけを押し付ける奴は打天使の僕から見ても歪んで見える。そうか、ならそのまま破滅してしまえ。人選ミスをした自分が情けない。やはり理性で行動できない奴はダメだった。聖聖者、果てさてここから僕の本領発揮だな。やっぱり聖人に打天使を理解するのは無理だったんだな。遊び相手は選ばないとだね。さて、メインディッシュは絶対にここに戻ってくる。なら僕は最高級の前菜をいただこうかな。ああ、もう最悪だ。ピラーノさえいれば範囲内にいればパトに気づかれることなく暗殺が可能だったのに。リスクが伴うがパトが一人になったところを私が背後から狙えば、私の能力ならそれも可能。そこのご機嫌斜めの存在感薄めの、そうだ、仲間に見捨てられて、ぼっち道に走ってるエルフちゃん、僕とこの瓦礫の裏でラグを刻まないかい。お前は、逃げるなよー、俺が最高の気分にさせてやるぜ。話せ、お前みたいなずっと私たちを見続けていたストーカーに興味はないんでね。でもいいのかい、君、どちらにせよパトは殺せないと思うぜ。あんたが思ってるよりパトの命ってやつは頑丈でね。君が嫌がってるミールの命と専属シンソフィアの命を同時に潰さないとダメ。実質不可能だぜ。つまり、君一人じゃ目的はどうあがいても達成できません。どんまい、数日も無駄な労力をつ、立場も人生も全て潰して何も得られないという哀れ、情報不足をつ、ピーポー。バカにしやがって。私はミールからお前らの処罰の許可を得ている執行人。返事次第では君の敵にも味方にもなる存在が私。背後を取られたのは誤ったな。本当は慎重じゃなくただの臆病バカなだけなんじゃないか。怖がらなくていい。私の好みならまだマシなガーデンに置いてあげる。せいぜい私にこびてね。安心して永遠の時を生きたいのならね。入浴。お互いが嫌同士、私もやることないからさ。せいぜい帝王様たちの戦いが終わるまでは楽しませてね。ハレイちゃん。私は、一番相手にしてはいけない奴に目をつけられたのかもしれない。どうだ、アリシア、問題はなさそうか。大丈夫そうだね。気配や動作、雰囲気が一切変わってない。間違いなくアリシアだよ。乗っ取った人は少なくとも雰囲気や細かい呼吸法までは瞬時に真似できないからね。はい。問題ありません。偽アリシアは城内で戦っている個体のみです。オッケー、それじゃあミエルの操作が完了すればこっちのもんだな。どうだミエル、まだ足はつきそうにないか。ふふん、実はね、もう痕跡を見つけてその後をたどっているんだな。そうか、今どの方向に向かっているんだ。へへ、そう慌てちゃいけないぜ。早漏道、もう少しでゴールだよ。お前、最終決戦でも立てな。ゴール、元凶の位置が分かったよ。マジか、それで元凶はどこにいるんだ。私たちが拠点としている城の真下。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。